世界を股にかけるこの千里眼の鋭さ、ソフトバンクの社長兼会長のですね、孫正義さん、上場規模に関して言うとですね、Facebook、Uber に次いで、まあ、3番目ぐらいのね、上場規模、2023年度のですね、最も注目すべき IPO 案件、アーム社のね、株式上場、売り出しはですね、時価総額ですね。はい、こんにちは。どんな英語長文もロジックで解決、瞬殺英語のロジカル兼です。今回はですね、日本人の英語力シリーズということで、ソフトバンクの社長兼会長のですね、孫正義さんのね、インタビューを聞いてみましょう。孫正義さんといえばですね、どんなイメージですかね。日本人で初めてですね、 iPhone を導入にね、尽力された方とか、ビジョンファンドの総裁ですとか、海外人脈が素晴らしいとか、まあいろんなイメージがあると思います。で、今回は2023年度のですね、最も注目すべき IPO 案件としてですね、アーム社のね、株式上上場にちなんでですね、いろんなインタビューがあるので、そこから拾ってきました。アーム社のですね、今回の売り出しはですね、時価総額ですね、 7.7 兆円になります。これびっくりですね。で、上場する会社はですね、アームという会社で、アメリカの新興株式市場ナスダックに上場します。で、この注目のね、アームなんですけれども、どんな会社かっていうとですね、コンピューターの中のですね、設計図を書いている会社なんですね。で、これはリスクとシスクっていう2つの方式がありまして、 Windows の CPU とかはシスクっていう方式なんですけれども、このリスクっていうのは低消費電力でですね、しかも処理波が速いといったもので、32ビットの32ビットの中に命令が固定帳の命令でですね、極めて効率的にできるという。でも、これに職人系のノウハウが必要なので、世界中のスマートフォンですね、 Google のピクセルフォンからですね、 iPhone も含めてですね、全部リスクで 99% のシェアを持っているデザインハウスです。この規模なんですけれども、だいたい4000億円ぐらいの会社を売るということになります。で、実はですね、2020年の9月にですね、アメリカの企業であるNVIDIA がですね、 AI 関係のね、この GPU のプロセッサーの作ってる会社なんですけれども、この ARM を買うっていう話があったんですが、規制当局の横令が入ってですね、これはね、流れちゃったんですね。ただその時っていうのは、価格はですね、だいたいですね 4.2 兆円で売るっていうことだったので、これよりも今 7.7 兆円なんで値上がりしますね。彼の読みもね、正しいっていうことになりますよね。で、これをですね、2016年に彼がですね、 ARM を買った時のね、インタビューがちょうどアメリカのテレビで流れていたので、これをちょっと解説をしていこうということですが、まあ、英語のインタビューもですね、アメリカ人並みに孫さんは話しますので、これも前から順番に喋ったら、その瞬間に日本で理解するというような理解のプロセスっていうのを身につけられるといいと思いまして、で、うちの動画でもですね、英語は聞くなっていう動画で、前から順番に理解するっていうね、プロセスの解説をしている動画ですとか、後ろから訳すなっていう動画もあるので、ぜひですね、この勉強のためにね、見てください。で、私自身も英語喋れるんですけども、 TEDx でですね、11万視聴の動画がありますんで、こちらもぜひ見ていただければいいかなというふうに思っております。で、今のうちですね、学習動画もたくさん流してますので、チャンネル登録もしていただけるとね、嬉しいかなと思います。じゃあですね、孫正義さんのね、インタビュー今から見てみましょう。で、インタビュアーはですね、デビッド・マーク・ルーペンスタインさんという方で、アメリカの弁護士で実業家で慈善家なんですけども、彼はですね、もともと規制当局にいたんですが、その後ですね、プライベート・イクイティ・ファンド、カラルグループというプライベート投資会社のですね、会長になっておりますね。で、その方が、まあ、投資のドンみたいな方なんですけれども、孫正義さんにですね、インタビューしていくというかなり見どころがあるインタビューです。ではやってみましょう。 Recently, you did the biggest investment you've ever made in a company called ARM, ARM, which is a semiconductor manufacturer based... ここ間違えてますね。セミコンダクターマニファクチャーっていうと、 IC チップを作る会社になりますので、これはおかしいです。 Based in London, why did you spend $31 billion buying a semiconductor manufacturer when many people think that that's not the future?It's actually $34 billion. 今訂正しますね。340億ドルと言ってますね。Yeah. It's not the manufacturer, it's a design house. で、私がさっきお話ししたようにですね、チップの中の機械語の命令とか、あとチップの命令に従ったね、シンプルなね、チップの設計、これをするっていう職人芸の会社だっていうことですね。デザインハウスと言ってます。Design all the chipset.They have 99% market share for any smartphone that you have in your pocket. Is ARM has 99% market share. これすごいですね。99% シェアを持ってると。で、Google のピクセルであろうが、iPhone であろうが、すべてこの ARM っていう会社の設計なんですよ。これ知りました？知らないでしょ。Right. In next 20 years, it's gonna be they're gonna ship 1 trillion chips. ここでトリリオンとかってわけわかんなくなるんですけど、1兆です。Designed for 1 trillion chips. So I said, this is the company. This is, you know, nobody can live on the earth anymore without
chip. これも面白いですね。チップなしでは生きていけないって言ってるんですね、地球上の人類は。Chip is everywhere. In the car, in your refrigerator, everywhere. こう面白いですね。車にもチップはついてるし、それから冷蔵庫にもチップついてると。So, if chip is something that everybody needs, and if there is one company has 90% market share, there must be a value.これもかっこいいですね。これマーケティング的な発想ですよね。9割以上がね、ARM の設計ですし、でこれみんな使わなくちゃいけないですし、これには絶対価値があると言ってるわけです。They're not monetizing well enough, but if I own it, we can monetize much better. So that's my belief. この That's my belief、これもね、決め台詞でね、あのプレゼンテーションでね、使ったりだとか、あと受け答えでビジネスのカンバセーションでね、ビジネスのやり取りでね、使ったりするんで、覚えてた方がいいと思います。So,I think the company is going to be more valuable than Google. ここもすごいですね。Google にも価値があるようになると。It's not available. It's a private company now. しかも今は株式上場してないからですね。孫正義さんだけが手に入れることができると。というようなね、彼はね、将来を見抜く目、確かに今 7.7 兆円になりますので、この時点でそれを見抜いてたっていうこと、そういうことが伝わるインタビューでしたね。じゃあですね、もう一度ね、全体をね、通してね、聞いてみてください。Recently, you did the biggest investment you've ever made in a company called ARM, yeah, which is ARM, which is a semiconductor manufacturer based in London. Why did you spend $31 billion buying a semiconductor manufacturer when many people think that that's not the future?It's actually $34 billion. 34. Yeah. It's not the manufacturer, it's a design house. They design all the chipset. They have 99% market share for any smartphone that you have in your pocket. ARM has 99% market share, right? In next 20 years, they're going to ship 1 trillion chips, designed for 1 trillion chips. So,I said, this is the company. This is, you know, nobody can live on the earth anymore without chip. Chip is everywhere, in the car, in your refrigerator, everywhere. So if chip is something that everybody needs, and if there is one company has 90% market share, there must be a value. They're not monetizing well enough, but if I own it,We can monetize much better. So that's my belief. So I think the company is going to be more valuable than Google. So let me ask It's not available. It's a private company now. いかがでしたか？やはりね、まあ、世界を股にかけるこの千里眼の鋭さっていうのは素晴らしいですね。かっこいいなっていうふうに思いました。今日はですね、2023年最注目 IPO 案件であるね、ARM のね、上場についてね、インタビューを聞いてみました。で、これはナスダックっていう新興株式市場に上場します。で、Google をね、超える企業価値になるかね、これは見物ですよね。多分ね、孫正義さんはコロナの間で市況が悪くなってきたんで、IPO とか、ね、できにくくなったんですよね。なんだけども、ようやく脱コロナになってきましたので、ようやく今から行こうということで、この上場規模に関して言うとですね、Facebook、Uber に次いで、まあ、めちゃくちゃでかい規模の上場になります。今後のね、動向もね、要注目ですよね。でね、今回の話っていうのは、340億ドル、3.3 兆円で買って、時価総額520億ドル、7兆7000億円 でその一部を売るっていうビジネスなんですけれども、で、まあ結果的に 4.4 兆円ぐらい儲かるでしょうっていうことなんですが、ソフトバンクって赤字出してんですよ、3.2 兆円の赤字。だから、差し引き、まあ1兆円ですよねっていうことなんですけれども、それをですね、ブルームバーグとかいろいろ見てるとですね、 S&P500 とかに投資した方が上がってんじゃねとかっていうことを言う人もいるんですね。で、このことはですね、投資の神様ウォーレン・バフェットも言ってましてですね、近日中にこのウォーレン・バフェットのインタビューですね、 S&P に500人に、ね、投資した方がいいって、なぜならばこういうことになったっていうようなことを言ってることを英語でね、聞いてね、理解するっていうね、番組もね、お届けしようと思ってるので、ぜひチャンネル登録してね、また見てください。で、これからもですね、英語学習やビジネスシーンにですね、活用できそうな英語インタビューを次々とですね、お届けしていきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。で、このシリーズのインタビュー動画でですね、使える表現とかいっぱい出てきますので、メモってですね、ぜひすぐ使ってみてください。で、もしこの動画ですね、少しでもためになったなとかね、良かったなとか思った方はですね、ぜひね、いいねボタンとか登録とかね、よろしくお願いします。それからですね、コメント欄にですね、感想とか次に取り上げてほしい人とか書いていただけるとですね、またね、作りたいと思いますので、ぜひね、ご協力よろしくお願いします。それからですね、通知ボタンもね、オンにしていただけるとね、次の動画見逃さずに済みますので、便利かなと思いますね。じゃあ次の動画もね、お楽しみに。バイバイ。